典型的な女性映画の一つである、クロランの女。ベティ・デイビスとヘンリー・フォンダが主演を務める。デイビスは監修に逆らったせいでフォンダ演じるフィアンセと、社会的名声を失う、南部美人を演じる。ヒロインは、自己犠牲により名誉を回復する。女性映画は、映画ジャンルの一つである。女性中心のナラティブで女性の主人公を有し、女性客にアピールするよう作られたものを指す。 女性映画は、通常、家庭生活や家族、母親としての生き方、自己犠牲、ロマンスをめぐる問題など、女性の関心事とされるものを描く。こうした映画は、サイレント映画の時代から1950年代、あるいは1960年代初め頃までしばしば、作られていたが、最も人気があったのは1930年代から1940年代、頃であり、 第二次世界大戦の時期に絶頂期を迎えた。ハリウッドは20世紀後半になっても伝統的な女性映画の要素を持つ映画を作り続けていたが、アメリカにおいて、ウーマンズフィルムという単語自体は1960年代頃からそれほど使われなくなっていった。ジョージ・キューカー、ダグラス・サーク、マックス・オフィルス、ジョセフ・フォン・スタンバーグなどの映画監督の作品が、 女性映画のジャンルに含まれる作品としてしばしば挙げられる。ジョーン・クルフォード、ベッティ・デイビス、バーバラ・スタンウィックなどがこのジャンルで最も活躍したハリウッドスターであった。このジャンルの始まりは D.W. グリフィスのサイレント映画にまで遡る。映画史研究者や批評家は解雇的にこのジャンルとそこに含まれる聖典と考えられる作品を定義するようになった。 1980年代に女性映画というジャンルが批評における概念として確立するまでは多くの古典的女性映画はメロドラマと呼ばれることが多かった。女性映画はおおむね男性の脚本家や映画監督により女性向けに作られた映画であり女性によって作られた映画とは異なる。女性映画がまだ作られ始めたばかりの頃は完全に独立したジャンルとは見なされていなかった。 例えば、メアリアンドオーンは、メロドラマ、フィルムのワール、ゴシック映画、ホラー映画といった多数のジャンルを横断するもので、こうした他ジャンルから多くの要素を取り込んでいるため、女性映画は純粋なジャンルではないと主張している。同様に、映画研究者のスコット・シモンは、女性映画は存在自体が疑問に付されるほど、つかみどころのないものだと論じている。 シモンによると、このつかみどころのなさは、女性映画が、西部劇やギャング映画といった、男性中心的ジャンルに対地されるものとしてのみ、定義されうる、対抗的なジャンルであるという事実によるところもある。現在、女性映画とみなされている、作品自体が作られた時代においては、女性映画というジャンル映画の意識が、薄く、むしろ後になって解雇的な視点から定義されたジャンルで、 あることもあり、女性映画というジャンルは工業的要因よりはむしろ批評的要因によって作られたものであることも指摘されている。女性映画を描写するために通常使われる他の言葉としては、ドラマ、ロマンス、恋愛物、コメディドラマ、ソープオペラなどがある。1980年代に女性映画がジャンルとして確立された。 しかしながら映画研究者のジャスティーン・アシュビーはイギリス映画において女性映画が一般的な名称で覆い隠されてしまう現象がトレンドとして存在すると考えている。イギリス映画においてはこれにより女性映画の基本的な方針をすべて守っているような映画でも他のジャンルに組み入れられてしまうという。例えばミリオンズ・ライク・アスやウザンドウィメンは女性映画よりは 戦争映画として言及され、宣伝された。女性映画は女性を最優先の対象としている点で、他の映画ジャンルと異なる。映画史研究者のジャニーン・ベイシンガーは、女性映画の3つの目的のうち、第一のものは、女性を物語世界の中心に置くことだと述べている。その課題部分の特に男性向けの映画ジャンルでは、この逆であり、女性と女性の関心事は、 小さな役しか割り振られない。ベンシンガーによると、女性映画の第二の目的は、女性の真の仕事は女性であることだというコンセプトを最終的に再確認することである。つまり、ロマンティックラブの理想こそが幸せを保証し、女性の望む唯一のキャリアだと提示することだ。ベンシンガーの議論における、このジャンルにおける三つ目の目的は、どれだけ小さいとしても、 ある種の一時的な視覚的解放を提供することである。つまり純粋にロマンティックな愛、性的な気づき、豪奢、女性的役割の拒否などに逃避することだ。ベーシンガーによると、女性映画における唯一とは言えないまでも非常に重要なアクションであり、かつこのジャンルにおけるドラマの最大の源とみなせるものは必要に迫られて選択をするということだ。 ヒロインは同じくらい魅力的だが総合配達的な二つ以上の道からどれかを選んで決めねばならず、この道にはロマンティックラブかやりがいのある仕事かというような選択肢が含まれる。ある道は正しく、映画全体の道徳に照らして正しいが、他の道は解放につながるものの間違っているとされる。映画のヒロインは誤った道を選んで罰を受け、究極的には妥協して女性、妻、 母という役割を選ぶ。このためベンシンガーは、女性映画は巧みに自己矛盾を起こしており、ほとんど解放のない小さな勝利か、あるいは大きな解放と大きな勝利すら提供する一方、女性の現状をあっさりとゼニし直す働きをすると述べる。戸外で撮影されることも多い男性中心の映画と異なり、女性映画の大部分は家庭内を舞台にしている。 これにより、女性主人公の人生と役割が規定される。女性映画で起こる結婚式、プロム、出産といった出来事がもともと社会化の中で起こる一連の出退後である一方、男性映画におけるアクションは、犯罪者を追ったり、喧嘩をするなど、物語を推し進める働きを主とするものである。女性映画と男性向けの映画のテーマはしばしば正反対である。 女性映画では愛する者と引き離されることへの恐れや、感情の強調、人間同士の愛着などがテーマである一方、男性向けの映画では親密になることへの恐れ、抑圧された感情、独立した個人であることなどがテーマになる。女性映画におけるプロットのコンベンションは三角関係、未婚で母になること、不倫関係、母と娘の関係などいくつかの基本的テーマを、 めぐって動くようなものである。ナラティブのパターンはヒロインがどういう行動を取るかによっており、通常は犠牲、苦悩、選択、競争などを含む。母物のメロドラマやキャリアのある女性が出てくるコメディ、疑いや不信に基づく女性のパラノイアを扱った映画などがサブジャンルとして最も流星している。女性の狂気、うつ病、ヒステリー。 記憶喪失などは1940年代ハリウッドの女性映画によく出てくるプロット要素であった。このトレンドはハリウッドが精神分析を組み込もうとしていた時期のものである。情熱の航路、失われた心、ジョニー・ベリンダなどの映画における医学的言説においては精神の健康は美しさ、精神の病は身なりに構わないことにより視覚的に表現された。 女性同士の友情は非常によくあるテーマであった。しかしながらこのテーマの扱いは表層的なもので女性同士の友情よりも女性の男性に対する献身や男女関係に焦点が当てられた。キングビダーのステラダラス。バーバラ・スタンウィックが労働者階級出身の母を演じ、娘を上流階級の一員にするため自分を犠牲にして娘とのつながりを立つ。 1930年代、世界恐慌の間の女性映画は、階級問題や経済的なサバイバルを主題として強く打ち出していたが、これに対して1940年代の女性映画では、主人公が中流階級か上流階級の出身で、キャラクターの感情的、性的、心理的経験により重きを置いていた。女性主人公は良い人物として描かれることもあれば、 悪い人物として描かれることもある。ハスケルは女性映画に特によく登場する3種類の女性を並外れた女性、普通の女性、並外れたものになる普通の女性に区分している。並外れた女性は風と共にサリヌのスカーレット・ハラやクロランの女デイゼベルに例えられるジュリーなどのキャラクターであり、共に波外れた女優であるビビアン・リーとベティ・デイビスが演じた。 こうした女性たちは独立心が強く解放され自らの性的アイデンティティの限界を超える女性の中の貴族である。対照的に普通の女性はそれぞれの社会の掟き手に縛られているがこれは彼女たちにとって決まりを破るには選択の幅が狭すぎるからである。波外れたものになる普通の女性は最初のうち差別的な状況の犠牲者であるが苦痛。 執念、抵抗を通しての仕上がり、自らの運命の女主人になる。映画がいただくヒロインのタイプにより、作品は、社会的に保守的にもなれば、進歩的にもなる。頼りない夫、夫や恋人以外に、ヒロインが交際をする別の男性、女性の競争を相手、頼れる友人、しばしば年上で、主人公に安全と安楽を提供するが性的な。 要求はしてこない無償的な男性といったある種のアーキタイプ的なキャラクターは多数の女性映画に登場する。ハリウッドの女性映画における一般的なモチーフとしてドッペルゲンガー的姉妹があり片方は良い女性だがもう片方は悪い女性で一人の男性をめぐって争う。盗まれた青春ではベティ・デイビスが暗い鏡では オリビア・デ・ハベランドがこうしたキャラクターを一人に役で演じた。良い女性は受動的で優しく感情的でアセクシャルである一方、悪い女性ははっきりものを言い、知的でエロティックである。こうした二人の衝突は悪い女性の敗北によって解決される。1980年代イギリスの女性映画におけるモチーフは闘争である。女性映画の中で それぞれの女性主人公は日常生活と社会的、性的に規定された役割から逃げ出す。闘争の形としては、ソビート連邦に行く、リバプールからの手紙やギリシャに赴く、旅する女シャーリー・バレンタインなど、別の場所に旅をするというものがある一方、リタと大学教授のように教育を受けるもの、あなたがいたら、少女、リンダのように性的なイニシエーションが起こるものなどもある。 このジャンルの始まりは D.W. グリフィスにまで遡ることができる。グリフィスは1巻ものの A フラッシュオブライトや2巻もののハーアウェイクニングなどで、後に多くの女性映画を特徴づけることになる抑圧と抵抗のおなじみのナラティブを編み出した。女性映画ジャンルの他の先駆者としては、玄骨やロッキーさんのルーズなど、女性を中心にした連続活劇映画もある。 女性映画ジャンルの作品は1930年代から1940年代に特に人気があり、第二次世界大戦中に絶頂期を迎えた。この時期の映画産業は女性が映画観客の大多数を占めていると考えていたため、こうした映画に経済的な面から関心を示していた。この認識の通り、多くの女性映画は評判の良いプロダクションであり、 最高のスターや監督を引きつけていた。ジャンルが全体として映画産業の中で高く評価されていたと考える映画研究者もいる。一方で、ウーマンズフィルムという言葉とジャンルは軽蔑的に見なされており、ある種の映画をけなすために批評家が使っていたと論じる研究者もいる。1950年代、メロドラマが男性中心になり、テレビにソープオペラが出現するにつれて、 女性映画の制作は落ち込んでいった。ハリウッドは20世紀後半になっても伝統的な女性映画の特徴や関心を含んだ映画を作り続けていたが、アメリカにおいて、ウーマンズフィルムという単語自体は1960年代頃からそれほど使われなくなっていった。1970年代初めにこのジャンルのリバイバルが起こった。 新しい社会的規範に留意してアップデートされた古典的な女性映画の現代版を作る試みとしてはマーティンスコセッシュのアリスの恋ポール・マザースキーの結婚しない女ゲイリー・マーシャルのフォーエバー・フレンズジョン・アブネットのフライド・グリーントマトなどがある同様に2002年の巡り合う時間たちやエデンより彼方にのような映画も女性映画の例に習っている 女性映画の要素は現代のホラー映画のジャンルにも再び現れている。ブライアン・デ・パルマのキャリーやリドリー・スコットのエイリアンのような映画は伝統的な女性らしさの表現をひっくり返し伝統的な結婚のプロットに従うことを拒んでいる。こうした映画の女性主人公はロマンティック・ラブとは異なるものに突き動かされている。イギリス映画においてはデビット・リーランドが スカートの翼広げ手で1980年代の女性映画の提携を再放している。この映画は第二次世界大戦を舞台に若い3人の女性の物語を語るもので、ヒロインたちはかつての人生から逃走する機会を与えられる。ベッカムに恋しては女性同士の友情というキーになる一般的なテーマを強調し、 ヒロインを伝統的な宿教の教育による抑圧とサッカー選手になりたいという気持ちの間で葛藤する存在として描いている。リンダ・ムジーのモーバンは女性映画の伝統に基づいている。若い女性がスペインに逃走し、ボーイフレンドが書いた小説の著者のふりをする。モーバンは旅と変身によって解放される一方、始めたところで結末を迎えることになる。ジャニーン・ベーシンガーは、 女性映画はしばしば伝統的な価値観を強化してきたとして批判されていると述べている。この価値観の最たるものが女性は愛し、結婚し、母になることによってのみ幸福を見つけられるという考えである。しかしながらベイシンガーはこうした映画が巧妙に転覆的だったと述べている。こうした女性映画は女性はキャリアと 幸福な家庭生活を両立できないとほのめかす、一方、家庭外の世界を女性たちに垣間見せる機会をも与えた。こうした世界では女性たちは結婚、家事、子育てのために自立を犠牲にしない。こうした映画は、ジャーナリスト、パイロット、会社社長、レストラン経営者などキャリアで成功した女性たちを描いていた。同様に、 シモンもこのジャンルでは抑圧と解放が混在しており、抑圧的なナラティブが常に疑問を投げかけられていると評している。このナラティブに対する異議申し立ては、ある程度は未残性のや演技を通して行われているが、また、ナラティブ自身のうちにある葛藤によっても引き起こされている。さらにシモンは、こうした抵抗は最初期の女性映画にも見受けられるものであり、ダグラス・サークが戦後アメリカで作った。 女性映画では常に登場すると述べている。しかしながら、こうした映画のナラティブは、抑圧的な見通しを提示するだけで、鑑賞者が解放につながるメッセージを見つけるには、流れに逆らうテクスト読解をしなければならないと、論じる者もいる。ハスケルは、男性同士の人間関係に焦点を当てた映画が、男性映画と呼ばれることは、決してなく、心理劇などと呼ばれる非対象なあり方に注意を。 促し、女性映画という言葉自体を批判している。女性映画の中には、高い評価を得たものもある。アメリカ国立フィルム登録簿に、文化的、歴史的、芸術的に重要な作品として登録され、保存のために選出された女性映画としては、ある夜の出来事、模倣の人生、クロランの女、風と共に去りぬ、ザ・ウィメン、レディ・イブ情熱の航路、 ミルドレット・ピアース、忘れ字の面影、アダム氏とマダム、イブのすべて、天はすべて許したものなどがある。ありがとうございます。